我が家ではこんな感じにお風呂の壁にくっつく桶とボトルを使っているんですけれども、これがまたお掃除を楽にさせてくれるのでいいんですよ。底の部分が触れていないのでぬめり汚れがまつかないですよね。あと上に置いているので水が流れてきますので生き物汚れもつきにくいと。さらにカウンターに置かなくていいのでさっとカウンター掃除ができますし、そのようなメリットがあるんですが、一つデメリットがあるんですよ。それが何なのかというと、マグネットでくっついているので裏側にマグネットがついています。はい、こんな感じのマグネット、はい、ボトルの方はこんな感じですね。で、我が家のお風呂の壁は真っ白ですから、このマグネットの黒い色が壁に映ったり擦れて色がついたりするんですよ。今も結構その黒い汚れがついている状態ですので、今回はそのマグネットの色移りと擦れ跡を落としていこうかなと思っております。ではまずはじめに汚れ具合をお見せしますね。はい、結構広めにその黒い跡がついているんですけれども、特によくついているのがこのあたりですよね。高さでいくと腰のあたり、くっつけておくところですよね。このあたりはだいぶ黒色がついてますね。薄くついているところもあれば結構しっかりめに色濃くついているところもあるといった状態ですよね。こんな感じで擦れた跡や色移りがついているんですけれども、これがまた頑固なんですよ。はい、それでは掃除に使用するグッズをご紹介します。ニトリルゴムの使い捨て手袋です。スコッティの洗って使えるペーパータオルです。マイクロファイバークロスです。そして今回主役の洗剤はこちらです。ダイダイの雫です。ダイダイの雫はオレンジの皮から取れるオレンジオイルの中に入っているリモネンと言われる溶剤が主成分です。なのでくくりとすれば溶剤に入りますね。ということで掃除を始めていきます。ダイダイの雫を洗って使えるペーパータオルにつけまして、で拭いていくだけですね。はい、では拭いていきます。結構しっかりめに跡がついてると拭いただけでは落ちないことがありますので、液を塗りつけて放置した方がいいですね。とりあえず一旦拭いてきますね。で、落ちきれないところはスポット的に液をつけていくというやり方でやっていきます。ざっと拭きましたけれども、まだ完全に落としきることはできていませんので、こちらのスポンジ、3COINSのめくって使える薄手スポンジという使い捨てのスポンジです。これだと若干研磨力がありますんで、ザラザラしてるんで、これにダイダイの雫をつけて軽くこすりながら洗っていきます。で、液も壁につけることができますので、塗りつけながらこすり洗いをしていくといった感じですね。はい、スポンジ洗いをしながら液を塗りつけました。ダイダイの雫がうっすらついている状態ですね。このような状態にして少し放置をします。放置をすることでまだついているマグネットの汚れが緩んでいきますので、5分ぐらい放置します。では一旦カメラを切ります。はい、5分経過しましたので、もう一度スポンジ洗いしていきます。はい、まだちょっと残っているんですよね。カメラ越しだと汚れが見えないかもしれませんが、この辺りとかここもちょっと残ってますね。もう少し放置した方がいいのかもしれませんが、スポンジの方の研磨力を高めて磨いていきたいと思います。そこで使うのが超人たわし Z です。では引き続き磨いていきます。あ、落ちていきますね。うん、ちょっと分かりにくいかもしれませんが、さっきのスポンジよりもよく落ちますね。
では全体的に仕上げていきます。今度は縦に磨いていきます。だいぶ綺麗になったと思います。はい、それではシャワーですすぎます。マイクロファイバークロスで水気を拭き取ります。はい、どうでしょうか。マグネットの跡が全くないぐらい綺麗になってますよね。はい、この辺り結構ひどかったんですけれども、かなり綺麗になってますね。ほぼ完璧に落とせたと思います。はい、ということで今回は大々の雫を使ってお風呂の壁についたマグネットの色移りと擦れ跡を落としてみましたが、いかがでしたでしょうか。このマグネットの黒い汚れは汚れのグループでいくとレア汚れに入ります。レア汚れですので普通のバスクリーナーで落とすことはできませんし、さらにはカビキラーやカビハイターのような塩素系洗浄剤でもアルカリ性の洗浄剤でも落とすことができません。唯一落とせるのが溶剤ということで、まさにこの大々の雫は溶剤ということになります。一般的な溶剤というとベンジンとかトルエンとかちょっと怖いようなものが一般的なんですけれども、この大々の雫はオレンジオイルから取れる成分ということで天然由来ですから、普通の有機溶剤と比べるととても安全性が高いものとなっております。レア汚れであればどんなものでも落とすことができますので、1本お家にあって損はないのかなというふうに思います。今回のような擦れ跡や色移りはだいたいよく聞きます。例えばリビングの壁にランドセルが擦れて色がついたとか、玄関の壁に自転車のサドルやタイヤが擦れて色がついたとか、タイヤというとゴムの色移りにも有効でして、この間お風呂の排水口に蓋の裏側にあるゴムが色移りしていて結構目立ってきたので、この大々の雫を使って落としました。その様子を動画にしておりますので、ご興味のある方はチェックしてみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。他にはシールやテープ剥がし、さらにはシールやテープを剥がした後ベタベタだけ残ってなかなか取れないということはありますけれども、そのようなベタベタもスルッと落とすことができます。そんな感じでレア汚れにはどんな汚れが含まれるのかということと、レア汚れに最適な洗剤は何なのかと、この2つが分かれば今回のように頑固な汚れでも落としきることができますし、そもそも頑固に感じることもないですよね。そんな汚れのグループと最適洗剤について詳しく解説した動画を撮っておりますので、ご興味がございましたらぜひチェックしてみてください。概要欄にその動画のリンクを置いておきます。ということで今回の動画が少しでも皆さんのお掃除のやる気につながれば嬉しいです。どうもありがとうございました。茂木和也の YouTube チャンネル、茂木流掃除講座。掃除が苦手だって綺麗にできる。いつまでも。